ロベルト・ガルシアはアメリカ合衆国の男性プロボクサー。カリフォルニア州サンペドロ出身。元 IBF 世界スーパーフェザー級王者。父、エドアルド・ガルシアはボクシングトレーナーとして40年以上のキャリアを持つベテラントレーナー。弟・ミゲル・アンヘル・ガルシアは世界4階級制覇王者。現在はトレーナーとして活躍しており、弟のミゲル・アンヘル・ガルシア。 エフゲニー・グラドビッチ、ブランドン・ディオスといった選手を指導している。アマチュア時代はオスカーデ・デラ・ホーヤと対戦したことがある。1992年7月15日、プロデビューを日本で行う。その後に3戦目も日本のリングに上がり、いずれも勝利を収めている。1995年4月21日、フリアンウェーラーが持つナブフ。 北米スーパーフェザー級王座に挑戦し、12回判定勝ちを収め王座獲得に成功。1998年3月13日、フロリダ州マイアミにあるマッコスキー・インディアン・ガミングリゾートにて、アルツロ・ガッティが返上した、IBF 世界、スーパーフェザー級王者をかけハロンド・ウォーレンと対戦。終始、ガルシアがペースを握り、3ラレーの大差判定勝ちで無敗のまま、 王座獲得に成功した。1998年10月24日、ニュージャージー州アトランティックシティにあるトゥルンプタージマハルにて、ラモン・レドンと対戦し、2回にガルシアがダウンを喫するも、4回にダウンを奪い返して、相手に流れたペースを握ると5回一気に攻勢を、強めダウンを奪い、最後は相手を追撃してダイブさせて小勝ち、逆転で王座初防衛に成功した。 1999年1月16日、MGM グランドにて、元 IBFWBO 世界、スーパーフェザー級王者ジョンジョン・モリナと対戦した。しかし前回とは違って、モリーナに積極的に攻められるも、要所でポイントを取り、3から0の僅差判定勝ちを収め2度目の防衛に成功した。1999年10月23日、MGM グランドにて、 28戦全勝の強打者、ディエゴ・コラレスと対戦し、終始互角にラウンドを取り合い、2点差とリードされ、巻き返しが効く、範囲内だった。しかしその後、コラレスの猛攻撃を受け、レフェリーストップ、TKO 負けを喫し、王座から陥落した。2000年6月3日、MGM グランドでの再起戦を、ベンターキーと言った。 終始がルシアが順調な立ち上がりでラウンドを練習。しかし、最終10回一気に隙を突かれ最後は、レフェリーストップを喫する TK を負け。まさかの復帰戦で黒星で再起に失敗した。2001年1月6日、テキサスステーションカジノにて、WBA 世界、スーパーフェザー級王者ホエールカサマヨールに挑戦。スーパーフェザー級2巻を目指すがルシアは、 初回から積極的に攻め、カサマヨールを後退させる一幕を作った。しかしそんなに長く続かず最後は、またしてもレフェリーストップとなる、TKO 負け。試合後のスコアは2から0とガルシアがリードしていたが、逆転で2冠ならず、2001年9月22日の試合を最後に、引退し、トレーナーに転身した。引退後トレーナーになるべく、カリフォルニア州、オックスナードに、 父エドゥアルドが主催するラクロニアユースボクシングクラブで一人前になるまでエドゥアルドの指導でトレーナー術を学ぶトレーナー術を学んだ後は同じカリフォルニア州オックスナードに自身のジムロベルトガルシアボクシングアカデミーを開設現在では多くのボクサーからトレーナーの要請が届く人気トレーナーの一人となったドネアとの出会いは2008年 それまで父から指導を受けていたドネアは方向性の違いで対立し父とのコンビを解消した。ドネアの妻からの紹介でドネアの参謀として招聘され、ガルシアはジムでのボクシングでの仕事の多忙からあまり顔を出してはいなかったが、週に1回ドネアの練習場に顔を出し、自分がスパーリングパートナーとして練習相手になったりした。ドネアは スパーリングで試合での悪い例を言ってくれるから、すごく助かると話した。なおギレルもリゴンドー戦を最後に、ドネアは父の二年にあと再度コンビを結成。ガルシアとのコンビは解消したが、今でもアドバイスを送っている。エフゲニー・グラドビッチはアメリカに渡ってからデビューから、ガルシアのパートナーとして、指導を続けていて、カリフォルニア州、オックスナード在住でスペイン語を話す人が多いためか、 グラドビッチは英語ではなくスペイン語を覚えたのでインターバル中の指示はほとんどスペイン語での指示が多い。ありがとうございます。